周辺小詐欺島は、瀬戸内海芸与諸島の島、有人島である。三原湾に浮かぶ島の一つ、本州の三原市中心部から南へ、約2 7キロメートルに位置する。島の南側が、詐欺島、東が無人島である、少年島になる。全島域が、広島県三原市詐欺浦町に属する。面積0.50平方キロメートル、周囲3.2キロメートル。 最大標高は松竹山75.9メートル。地質はほぼ花崗岩。気候は瀬戸内海式気候。島の東に一集落のみあり、2017年現在、人口7人で高齢化率100%。基幹産業は農業。近年は手付け数の自然を楽しめる場所として、地元自治体などにより観光資源の開発を進めている。この島には、 遺跡が三つ、古墳群が一つ発見されている。分かっているもので古いものが縄文時代後期のもので、さらにこれらの中には塩を作っていた形跡が残っている。島の北東端には小助木島灯台がある。1894年に整備されたもので現役で使用されている。この時代から昭和初期まで造船業が行われていた。昭和30年代には 人口140人を超えていた。自治体区分としては、1889年4月1日市町村制、施行された際、広島県豊田郡詐欺浦村を詐欺島とで構成していたが、1956年9月30日、三原市に合併され、三原市詐欺浦町となった。1991年風の子学園事件が発生。 その異例は2015年現在も続いている2005年度国勢調査から高齢化率100%に達している。2009年、地域再生プロジェクト、小崎島ビオアイル計画、小崎島バイオアイルプロジェクトマイナスが発足、自然とアートで情報配信し地域活性化を進めている。島の港である小崎港は管理区分としては、鷺港に属する。島には、 三原港、小野道市行口島への定期航路がある。ありがとうございます。